ちょっと、ギターをチェンジさせていただきます。はい、皆様、2曲目ですかね。モンスターバッシュって多分聞かれたことあると思うんですけど、8月の24、25、県内の万の公園で開催されます。で、1曲目に聴いていただいた曲は、押尾幸太郎さんの、戦場のメリークリスマスということで、なんとモンスターバッシュ、デパペコというのが来ます。何かというと、押尾幸太郎とデパペペというユニットが3人でやるんですね。それが24、25が来ます。で、デパペペ、まあ、普段押尾さんやってるので、デパペペをしようかなと、記念にね、今月なんでね。で、1曲に色があったんで、ちょっと聴いていただいたらなというふうに思います。はい、では、デパペペで星の数だけ願い事と。
セッションといいますかね、これね、今日やるときにガンダガのホタンメンバーにね、やりましょうよって言ったら誰もうんって言ってくれなかっただから寂しく一人でやりました。まあ、今後はね、ちょっと僕は言い出すのが遅かったんで、お願いするのが遅かったんでしょうがないんですけど、1週間前だったので、ね、それはできないですよね。はい、だから一人でやってみました。本来は2人でやるギターセッションです。はい、そしたらいよいよ最後の曲になってしまいました。無理強いありがとうございます。はい、最後の曲、まあ今日時間が1人20分なので、まあ、3曲、僕1曲が長いので3曲ぐらいしかできないんですけど、何をしようかなとずっと考えてて、それでね、もう僕が一番もういいと思ってるボーカリストがたまたまガンタガ一座の中にいたんでお願いしてみました。それでお願いしてみましたけど、皆さんが呼んでくれないと来ないそうです。それで今から皆さんで一緒に、実はあーちゃんっていう人なんですよ。あーちゃんね、ご存知ですかね。それでみんなでせーので、せーの、あーちゃんって全員が言ってくれないと来ないらしいんで、いいですか、心の準備いいですか、大丈夫ですか、いきますよ、いいですか、せーの、あーちゃん、おー、一発や。はい、ありがとう、皆さんのご協力で出てきてくれました。最初皆さんね、ひょっとしたら言ってくれないかなと思ってて、その場合は絶対に出るなよって言ってましたね。ちゃんとありがとうございました、ご協力ありがとうございます。はい、それでは最後の曲いきたいんですけど、僕普段、まあ、ソロギターね、曲でもしたんですけど、もう一曲人気のある曲で、ファーストラブっていう曲があるんですね。それをアーチャーに歌ってもらうと、宇多田ヒカルさんのファーストラブ。はい、じゃあ最後にいいですか。それではお聴きください、ファーストラブ。
ありがとうございます。ありがとう。